はい、えー、こんにちはレトスの野です4月4日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます高い基準を持つ今日2ページ勉強しようと計画したとしますそしてやってみたら2ページはまあ楽にできましたとじゃあ翌日は3ページやろうっていうふうに計画を立てるんですね つまり、2ページは楽だったから1ページ増やそうってことです。目標について1ページプラスアルファさせたってことですね。すると、少し辛かったけど3ページできましたと。じゃあ、翌日は4ページやろうってまた基準を高くします。すると、相当しんどかったけど4ページできましたと。じゃあ、さらに翌日5ページやろうと計画します。すると、頑張ったけど4ページまでしかできなかったと。 そしたら毎日の目標っていうものを1日4ページ勉強するっていうふうに基準を持つんですねもともと2ページという目標だったけれども1日を有効活用すれば4ページはできるこれが分かったんですよねだからそこを基準とするわけですもちろん試験勉強は長丁場になります時には2ページしかできない時もあると思いますそれでも毎日4ページこれを目標にして勉強を続けた方が 3ヶ月後6ヶ月を考えたら初めの目標1日2ページを続けるよりも勉強量ははるかに多くなります基準を高くすることまだまだできるはずです今日も一日頑張っていきましょうそれでは本日の3問に入ります10年間所有の意思を持って平穏かつ公然に他人のものを占有した者はその所有権を取得する かという問題ですえ。考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文をご確認くださいでまず平穏かつ公然にとえこれどういうことかっていうと、まあ、平穏っていうのは、まあ、暴力によらずっていうイメージですね暴力によってその土地とかえ建物とかを、えーまあ、占有しているっていうのかな使っているとかじゃなくってもう自分のもんだと思い込んで暴力とかにもよらずに占有していると で、さらに公然にということなので別に隠してもいないと。もう公な感じでえ、隠さずに人のものだけども自分のものだと思い込んじゃって使っている、占有していると。えそういった場合、えー、所有権を取得する丸かツかという問題です。で、答えはツなんですね。これなぜかというと、ルールは2つあるんですよ。1つ目のルールっていうのは、占有者が 占有を開始した時点で善意無過失の場合つまり他人のもんだと全く過失なく知らない場合この場合は10年経過することで時効を延用して所有権取得できるんですね時効を延用するってどういうことかっていうと10年経過したからもうこれ自分のもんですよっていうふうにまあ主張すると権利を主張する、まあ、これが時効延用するということなんですねでもう一つのルールっていうのは悪意もしくは有過失だった場合 つまり占有者っていうのが他人のもんだと分かっていて占有していたもしくは他人のもんって分からなかったけどもそれ落ち度あるよねと知らなかったとしてもそれは落ち度がある過失があるそういった場合っていうのは20年経過しないと所有権を取得できないんですねつまり一概に10年間所有の意思を持って占有したとしたとしても所有権を取得できるとは限らないということなんです この青文字の悪意もしくは有価質だった場合は10年経過したとしてもこれ、えー、自己取得できませんのでだから答えは誤りだというふうになりますで問い2ですねえー、宅建業者 A が地主 B から B 所有の土地の売買に関する売買依頼を受けた場合 A は B に対して国土交通大臣の定める標準売買契約約款によるものを使用しなければならない丸かツかという問題です、えー、これは誤りですね えー、国土交通大臣を定める、えー、標準売買契約約款これは別に使わなくてもいいんですねでこの標準売買契約約款っていうのは国土交通大臣が指定した売買契約書のひな形なんですよでこの約款っていうのは非常に細かい内容なんですね言い換えると法律で定められている記載事項ってありますよね売買契約書の記載事項よりももっと細かい内容が書かれているんですよ なので、まあ、これを使った方がいいですよというふうに国土交通大臣は、えー、推奨はしてるんですけれども、まあ、これを使わなかったとしても違反にはならないということです。つまり別にこれを使用する義務はないよということですね。ただ、媒介契約書の記載事項の中に、その媒介契約がこの、えー、標準媒介契約書約に基づくものであるかないかっていうものは記載しなければいけないんですね。だからこのの使わないっていうのであれば 約款に基づくものではないというふうに記載すればよいということです。で、問い3ですね。勘違処分は、施工者の勘違計画において定められた関係事項を広告してするものとされている、まるかツかという問題ですね。で、今回の問題は、広告して行うものとされている、この広告が誤りですね。答えは、これ通知、これは正しいです。勘違処分っていうのは、施工者が関係権利者に、 完治計画において定められ例えで、広告っていうのは、まあ、広くみんなに伝えるって話なんですよつまりこの関係権利者以外の人にも伝えるっていう形になるんですね広告だとでそうじゃなくて関係権利者に直接通知してこの人たちだけに、えー、お知らせをするんだこれが正しいんですね でまあ、これについては、ね、あの知ってる人も多いと思いますつまり、監視処分は通知して行う、まあ、これ、よくあの取材されるポイントだからここを覚えてる人は多いけれども関連ポイントについては覚えられていない人も多いんですねで、個別指導についてはその点について理由をつけて解説していきます。 単に問題が解けるだけじゃなくて、ちゃんと理解すべきところを理解する。関連ポイントを一緒に合わせて覚える。もうこういった勉強していかないと、なかなかやっぱ点数って上がってきませんし、やっても忘れる、やっても忘れるって、やっぱね、辛いんですよね。そういう勉強をしていると。 ややったらやったたたらだけ点数上げいいじゃないですかでそのためにはやっぱり理解をする関連ポイントを関連付けて一緒に覚えていくっていうことをやっぱりやっていかないとなかなか難しいのでもしね、あのー、あなた自身でできないっていうのがあれば是非個別指導をご検討いただければと思います個別指導の動画については左上の動画から是非ご覧ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう